ではまたおすね。アンコール、アンコール、アンコール、アンコール。せっかく今日は早く帰ってビールでも飲もうと思っていたのに、わざわざのビーム呼び戻しやがって。嬉しいぜ。改めて後島級悪魔の御座へようこそ。ここからはアンコールがかかったところではあるが、諸君たちのあまり知らない曲を、スローで乗りづらい曲ばかりやっていくので苦しむがいい。
け諸君たちに苦しめと言ったが、苦しんだのはどうやら我が輩一人だった間違いない、もう、世を忍ぶ仮の姿で、まあもうそこそこ初老の年に入り始めているので、まあ諸君たちもどうせ似たような年だと思うが、もうあれですよ、楽屋では病気の話ばっかりですよ。ヘルニアってあの突き出ているっていう意味なんだもんね。そうそうそう、そういう話してたんだよね。あの誰だかがヘルニアになった、もう誰だかが扁桃腺が腫れて熱を出した。そうそう、我々、ミサをやるとき、我々のライブはミサと言っているんだが、ミサをやるときはいつもゼウスの妨害という何かよからぬことが必ず起きるというジンクスがあるんだが、前回は我が輩の、この体の一部を忘れ、その前はなんだ、客の車のバッテリーが上がり、今回は、前のバンドのオトロックのオトさんが扁桃腺が腫れたと、まあそのおかげで我が輩今日は完全体だ。おかげでなんだ。このこと言うんだな。誰かがゼウスの妨害を受ける、誰かが受けてくれれば我が輩には来ない。弱いなおい。でもね、ここだけの話なんだけどね、さっきね、あの楽屋から出てくるときにね、戦闘服の一部が壊れました。なんかね、プッって言ったんだけど、なんかいっぱいちょっと今プッって言ったんだけど、プシッって言った。まあまあ、この戦闘服もどんどん年季が入ってきて、もうあちこち壊れてるわけだが、まあ、なんだ、何を言うかすると、なんかあの告知とか、告知ないね。ないね。ないね。あっちの方で6月に小樽があるけどな、あっちの方で。ああ、あの我々世を忍ぶ仮の姿の時には、主にヘルニアの苦しさを歌うような、あの病気の歌と下ネタの歌ばっかりの、そんなバンドをやっているので、それが、みんなだって思われたら困るから、ちゃんと半分って言っとかないと。ああ、ここ半分ね。まあまあ半分、半分なんかな、ね、一応あのレギュラーメンバーは3人で、客席に、ああレギュラーメンバーは3人だけど、あとの2人も、一応もうサポートとして登録をしたので、これを俗に巻き込まれたという、そう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 、まあ、ほぼほぼ、ほぼほぼ、マイジさんはもう登録してあるよ当然。永久欠番的な立ち位置だよね、どっちかというと。そう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 、うん、まあまあそれが6月にあるのと、7月にもなんかあるとかないとか、そうね、なんか話で、お注文者さんも出るとか出ないとか、そうそう、あ、そう、最初にね、俺後始末って言ったんだけど、鋼のような後始末って言おうとしたんだけど、早く行け、しぼんでしまわぬうちに。さあ、次の曲よし、なんか悪いね、付き合わせてるみたいな、ね、どうぞ。Thank you.
こいんですね。引っ込んでない。せっかく今日は早く帰って、再生数がほとんど伸びていないお事務所の YouTube でも見ようと思っていたのに、わざわざ呼び戻しやがって、うれしいぜ。やりきった感満載の顔してるんですけどね、この人ね、今ね。正直我が輩は帰りたい。もうね、30分待たなくなってきた。よし、でも、はい、やりますか。あーはー、そうですね。要介護。よいしょ。さて諸君たち、ここに取り出したる真っ赤な果実。いろいろ品種はある。藤田とか、なんだ、サンゴールドとか、紅玉という品種があるんだが、これは紅玉ではない。ただ紅玉だと思ってくれ。そう、最近なかなか手に入らない紅玉は、そのこの紅玉というこの果実、どこだっけ、青森県南部地方および岩手県地方では何と呼ばれているか知ってるか。知らない。知りたいか。知らない。なんか役ない。もう一回今のリハーサル、今のリハーサルからもう一回じゃね。知らない、知りたいですよ。いいですね。知りたい、知らない、知りたいです。どうぞ。何と呼ばれているか知ってるか。知らない。ありがとうございます。知りたいか。ご協力ありがとうございます。なんとこの紅玉、青森県南部地方および岩手県地方ではマンコウと呼ばれているのだ。うっそー、やったー、バッカー。マジマジ。諸君たちが、昔制服を着てレンタルビデオ屋に行って、あのカーテンの向こうにはどんな世界が広がっているんだろう、そんなことを思いながら、いつか、私服に着替えてそのカーテンをくぐる時が来る。そしてそのカーテンの向こうのビデオを借りて帰って、そのモニターに映し出されたもの、それは何だ。ちょっと言ってくれる人いますか。多分昔はあのごちゃごちゃごちゃってなって映んないけどね。多分ね、なんかね、なんとなくで薄めでこう見てるとね、映ったりとかね、でも見たいものだったんですよね。何としてでも見たかったものですよね。諸君たちが、どうしてもしゃぶりつきたい、自分のものにしたい。ああ違うバンドになった。思った、俺も思った。もういいか。もうね、初老だから心が折れました。それはこれが悪魔の実だからだ。
その時ではまた会おう。だんだんやってるうちに戦闘服からポロ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 いろいろ落ちてきているが、じゃあ最後の力を振り絞ってファイヤーファイヤThank you.
それは僕